ウッパイウッパイ。こんにちは、一泊の西熊です。はい、お待ちくださいませ。あ、でも解くよ。本当の日で。下行ってみるけど。で、本物？めちゃくちゃふかふか。あの木のあれがある。ではまずロビー階からご案内いたします。フロントカウンターの右隣に売店がありまして、本日は夜の9時まで明日朝7時から営業しております。そのお隣に見えますのがお食事処でございまして、ご夕食ご朝食同じ会場でございますので、ご予約の時間になりましたらお越しくださいませ。そしてこちらの壇の周りにてご当地学という催し物を開催いたします。店舗の方では池本の魔法の眉毛作りと呼んでおります。こちらにこのような北海道のハーブを詰め込んだお守り作りのご体験をしていただけます。もしご参加 ご希望でしたら、お時間の番号札を一人様1枚ずつお持ちの上、こちらの暖炉にお集まりくださいませ。結構人気で早い段階で札がなくなってしまいますので、ぜひこの後ご相談していただいてお取りくださいませ。だいたい20分から30分の催し物でございます。こちらの場所をトラベルライブラリーと呼んでおりまして、北海道やアイヌ民族にまつわる書籍をご用意しております。こちらにコーヒーや紅茶などもございますので、ぜひお飲みくださいませ。続きまして大浴場2カ所のご案内をいたします。まず左手の小道進んでいただきますと、三角の湯がございまして、ポロトコに面した大浴場でございます。作りはですね、北海道の先住民族、アイヌ民族の仮小屋をイメージしておりまして、3本の太い木が組み合わさったような作りとなっております。反対側、右側は丸の湯でございます。丸の湯は三角の湯に対して洞窟のような地中に抱かれているような空間でございますので、ぜひ2つの違いをお楽しみくださいませ。どちらもタオル類はご用意しております。1人室でございまして、少しお手側でございます、はい、お兄さんお気づきですか、うん、部屋の番号は光と影で表しております、うん、めっちゃすごいすごいですね。わあ、すごい、わあ、すごい、すごい、めっちゃいいよねえ、綺麗であるすごい。どうぞ皆さんのお伺いソファー席にお伺いくださいませ。すごい暖炉みたいな、よくお気づきですね。実はいろりをイメージしているテーブルでございます。あ、そうか、いろりね、暖炉じゃなくて、はい、失礼いたします。それでは改めまして、本日赤いポロトにようこそお越しくださいました。
ちらのお茶はエント茶でございまして、アイヌ民族が飲んでいるとされる薬草茶でございます。少し独特な香りがしますが、結構お好みの方が多く、売店にも販売しております。少し茶器お熱くなっておりますので、お気をつけくださいませ。このようなですね、おすすめの滞在スケジュールもご用意しているんですけれども、はい、温泉いろはといいまして、日々の疲れを癒していただくような温泉の入り方でしたり、ご滞在の提案するお時間が1階のトラベルライブラリーにて行えます。すごくない？めっちゃ癒しっていうか、ちょっと見てみよう。え、白川家の中にある？すごい、ね、じゃめっちゃよくない？すごいんだけど、カイポルト見て見て、おー、かわいいかわいい、温泉入りたいんだけどね、またシャワーだとね、まあしょうがないよね。シャワー入れるかな、寒いかな、ちょっと開けてみて、ゲントめちゃくちゃキュウキュウしてるそれデザインよ。こっちがトイレかな、手洗いですか、トイレ、トイレ、ほんとだ、アメニティ、これは？これは何だろう？何ですか？歯ブラシ。あ、今や歯ブラシ。すごいすごいすごい。これケンちゃんの子？そのケンちゃんの子がない。言ってみる、後で。うん。え、マジでない？ケンあげて。おお。あんないいに。これね。これフリーサイズなの？これがあるの。懐中電灯。いいよ、あんたそれ虫探しのためのじゃないからさ。あれ？うわ、すごい。鼻風船できる。かわいいけど。いや、この囲炉裏めっちゃおしゃれ。アメニティ開けてみて。よいしょ。いや、めっちゃゆっくりできる。アメニティでそういうことか、そういう感じで、うんうんうん、じゃあやっぱりあれだな、ケントの言うか、 おしゃれな茶器、冷蔵庫開けてみて、なんか有料って言ってたけど、うん、おお、なんか飲んでみたいやつやな、そうなの、ばっかりやんけ、あえてスベッドに置いちゃおうか、うんうん、森林浴してできてる。じゃあ着替えよう。一斉の。ごめん。ごめん、ビビってるよね。うちゃー。ちょこちらの窓からご覧いただけるのは、ポロト湖とカブト湖、当館の名前の由来、当館の名前の由来にもなっているポロト湖がご覧いただけます。また晴れた日にはですね、奥に樽前山という山もご覧いただけるようなところでございますね。こちらの当館は、お隣にございますポロトの、これは当館のモール温泉とそれから板取茶という茶葉を使って染めたものでございますので、今日はこれらのロゴをお使いいただきながら、皆様と一緒にお守り作りを進めてまいります。沖縄にございますこうした半透明の紙、はい、こちらは、六角形のこの墨紙になってまいりますので、これから私がご案内する通りに折り目をつけていただいて、その上でカーブを埋めて仕上げていただくという順で、これもちょっと最後入れて、これも
いつも作ってる。前よけできた？できたぜ。いいじゃん。イエーイ。完成。ジュリにお土産持って帰ってあげよう。優しいな。大人の習俗でできた。お土産1。それではお食事会場へ。お食事です。ぺっちゃん。笑かしてよ。日本酒でっていきたいところなんですけど、酒豪のお母さん道ぞくろ、お前すげえ、よし、こっちポロとオリジナルスパークリングのノーアルアカシソヨーグルト、豚の角煮あるよ。すごい、ケンタちょっと違うんだよな。どういうのがあるの、大人バレーショー読めん。寝る寝る、これ寝るわ、寝る。あやちゃんが可愛いね。え、すごい木の食器だ。本当だ、すごい、すげえ。すごっ。こちら三段の器になっておりまして、上を取っていただくと、こちらお刺身などをご用意しております。一番下にはデザートございますので、一番にお召し上がりください。デザートから言ったかね。え、すごい。中国旅行に乾杯。
本日は切り込むと刻み揚げの土鍋ご飯を作りしております。はい、ご飯だけで今いけそうです、うん、肉食べちゃっていい。じゃあどうですか、出ちゃうこと行きます。じゃあね、あいてらっしゃい。ちょっと開いてみて、傘開いてみて、どんな傘か。おお、かわいい、はい、かわいい。じゃあ行ってみましょう。大丈夫よ。あ、まあ、ちょっと刺した方がいいか。ポルト自然休養林、はい、熊出没注意、やばいやろ。ヒグマの出没が多発してます。早朝、夕方、霧など見通しの悪い場所で危険ですので、歩行は避けてください。やめる？早朝やめろって書いてある。どうするけんと。行く？ちょっとだけ行く？
やめとく？やめとくか。即退散、即退散。おかえり。熊出没が多発してます。マジで？早朝、夕方、雨の時はおやめください。徒歩でのみたいな。早朝車は行くんだけど、でもキャンプやってるやん。いや、だよね。もうあんまないでしょ。滑るで。まあ三角の方が全然やっぱ景色がね、やっぱこっち宿泊客限定やからやっぱ三角の方がいいよね。これとこと一体化するのが一番いい。おはようございます。おはようございます。眠くなって、おっぱい飲んでて眠くなってたわけよ。寝るはず。特に子供ちっちゃいのさ、うん、でも
逆になんかゆっくりしてるところだからこそ、うん、他のお客さんに迷惑かけないかなみたいな。確かに確かに。あるね。ご飯めっちゃおかわりしそう。ね、おかわり。ありがとう。いっぱい食べてる。もりもり食べご飯は足りますか？お持ちしましょうか。待ってもいいですか。もちろんでございます。お茶などいかがでしょうか。お茶いただいていいですか。かしこまりました。はい、お待ちいたします。今日何するって言ったっけな。カリンがもう終わったの。カリンの勤務が終わった。今日なんかアイスクリーム作りするとか言ってたよ。これスズメロンだ。ごちそうさまでした。嬉しかった。ピコしてる。ピコしてる。ああ、あいにくの雨ですが、別にさらに支障はないです。どうした？めっちゃ。いやだいぶゆっくりできたわ。小さなお題帰りましょう。ああ、ジュリーいなくて寂しかった。楽しんでるで。だからさ、12時チェックアウトめっちゃいいな。なんか10時チェックアウトやったらめちゃくちゃさ、まあ、ちょっと世話しないよな。ですな。何だっけ、温泉エロ。温泉エロ、正解それ。すげえ。もうすげえな。で、ケント全部覚えてたの、温泉の入り方。だから貝の金とかで多分あるんじゃない。そういうこと。あ、全部行きたいな。ね、やだ、帰るのやだ。聞こえてました。心の声が。ありがとうございました。ありがとうございました。